日本人なら知っておきたい神社参拝常識非常識。さあこのリレー200の200の時に大切なことがあります。その前にまずここから聞きます。上座と下座偉いのはどっち。そう上座ですね。では右大臣と左大臣偉いのはどっち。右へ習いという言葉があるでしょ。そう右大臣ではありません。それは皆様から見て右側ということは神様から見ると左側にある。したがって全て神様から見た方角になります。したがって偉いのは左大臣。右手と左手、左手は神、右手は人。したがって柏手を打つときには右手を下げて、そしてさあいい音が出るでしょ。こうやって右手を下げて、そして柏手を2回打って、そして戻す、そして祈り、これが大切なんです。あなたは普段どのようにしていましたか。